愛媛県松山市のとある会場に大勢の目の不自由な人たちが集まっていました。興味津々の皆さんが触っているのは驚くなかれ盲導犬ロボット。目の不自由な人の生活をサポートする盲導犬。しかし圧倒的にその数は足りていません。全国で盲導犬を必要としている人はおよそ8000人。実際に行き渡っているのはわずかに1000頭。そんな現状をロボットで打開しようというのが飛田和輝さん率いるプロジェクトチーム。ここまで来たらやるしかないっていう。実は飛田さんの祖父は晩年に視力を失いました。それでも散歩は楽しみにしていた祖父。飛田さんの願い、それは一人でも多くの目の不自由な人に歩く喜びを。現在開発中の盲導犬ロボットは技術的に難しい階段の上り下りを行う4足歩行型。満を持しての挑戦が始まります。果たしてその結果は。前代未聞、盲導犬ロボットの開発に挑む若きエンジニアを追いかけました。